笹子門番ワンちゃんやったな。あそこは諦めて切るべきだったな。いやもう切りたくないんです。悔しいな、キルペあげたくても。もうケイ君めっちゃキル気満々やったけど7個だしな。ナイスばっかり。はい、ナイス、セイです。うわ、うん、おー嬉しいから入れました。あ、わかりました。いやまあ無理もないと思います。あ、無理はない。無理はない。どこだ。ナイスボタン。これは神ボ。すいません、すいません。いや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 。ナイスボタン。いいよ。ちょうどいいボタンか。これはマジでいい。あ、じゃあ謝罪撤回します。マジでナイスこれ。伊豆さんのインポスターはないと思います。2連続宿舎で湧いてて、あの宿舎のダウンロードを伊豆さんがやろうとしてるのを見て、あの、うん、しかもちょっとずれるような動きもあったんで。ああ、やってたやってた。ありがとうございます。インポスターではなさそう。最高が藤宮ちょれーな。性格悪知ってたけど。まあ反省が多いよ。ナイスすぎる。はい、僕停電直したんでローも今日もないです。ああ、じゃあ隠しろじゃん。伊豆藤宮系は白でしょ。なんで計算。うん、羊飼い系ハトソコ。なんで停電。これ入るか、切る。え、あら、どう7足す、あら、トータス 3? エレキニーの決まりでしたっけ。エレキニーいた気がする、うん、エレキニーいた。ナナコさんはシャワーにいた。停電前に慎太郎七子がタオルタスクやってて、その後ガミが昇降機右で停電直してます。あ、それは僕が見てます。あざす。あれ、僕も押した記憶があるんですけど。 あ、そうだ。あ、まあまあまあいいです、いいです。一旦貨物で触ったんですが、一旦いいです。あ、はい、まあ基本的にエレキメインシャワーとかそのあたりで、僕ちょっと一証明で先言いたいことがあって、停電中に武器コミュ館の扉開けた人って誰ですか。藤宮です。それをエンジン側から見てます。なるほど、合ってます。なんでそこら辺りに僕はいます。つまり僕も厳しいっていうことになりますよね、ざっくり。プラスエンジンコミュ館の扉も閉まったままです。うん、藤井さんお互いに無理そうってことで起きる。まあ扉情報は合ってるから、うん、扉情報が合ってるだけぐらい。まあそうね、うん。1セキュリティ、その停電中まで畑さんと電気室。はいはい。自分最後ミーティングのはしご下です。扉は開いてたんで多分ハイブルさんが開けたのかな。いや俺速攻でエンジン宿舎ミーティングに行っているので、うん、でもね下の扉は閉まってたんで僕が開けました。あ、じゃあそれで合ってると思う。畑系とすれ違って速攻金庫室ミーティング奥のタスクをやるときぐらいに2回目の停電。うん、うん、高田さんはこれは最終値エンジンからメイン入るところです。脇はメインです。あれ慎太郎さんって言いましたっけ、入るところか。最終値、はい、
最終値は昇降機右の停電直すとこ、ガミさんから僕が見えてるか分かんないけど、見えてないです。見えてないか、はい、じゃあ僕から一方的にガミさんに隠しろを当てるかな、うん、僕がガミさんの後ろをくっついてってそこに死体がないから。ガミさん配電盤状況って右2つ上がってませんでした？上がってました。あ、僕が押しててで、ガミさんが真ん中がポチポチポチって押されてたから、僕は真ん中以降は触ってないって感じです、うん、高田さんってその前はどこにいたんですか？エンジンの前、ずっとエンジン、メインあ、メインエンジンで最後メイン入るところってこと？そうです。対戦やって最後戻るところです。除染に向かう最中です。てか入りは切ってない、あの階段、ナイス、ナイス。じゃあまとめると伊豆富士がお互い無理そうで、まあ、無理そうというか、まあ扉が合ってるだけだから。あ、そうなんだ。まあ実施点から藤宮さんはほぼほぼ白でいいです、はい。でも伊豆さんって無理じゃない、そのプテ君が後から通ってるんでしょ。そのそれ以外のところ話します。そうですね。タカプテの話はなんか解決したんですか？あ、いや、普通にフィジブルに移動変かなと思って、高田さんがエンジンからメインに行ったっていうんだったら、僕はメイン、エンジン、宿舎、はしご下っていうルートなんですよ。だから扉は宿舎前の下の扉を開けてて、まあ、それはなんかハイブさん合ってると思うって言ってたんでいいんですけど、高田さんとすれ違うかなと思ったけど、まあ左から来たんだったらギリすれ違わなくても変じゃないですね。だって宿舎前まで行ってるんだったら 俺が最終位置エンジンの左の階段のところからメイン入っちゃう、だからまあ変ではないなと思いました。まあでも第一がまあエレキメインシャワーあたりだから、で伊豆が左にいるのは確定ってこと？まあ扉情報はあってます。その停電中に武器庫上の扉を開けてるっていうのは先出します。僕が伊豆富士がラインじゃない限り、右に近い位置が俺になってるから伊豆富士はできないじゃないってか、で石油に計算もいるから、まあキッチンメインベントが僕が使えるぐらい。経営旗の意味に聞きたいんですけど、トータスさんエレキで見てると思うんですけれども、そのトータスさんが行きそうなところってなんか予測つきます？でもそっから旗さんが貨物まで行けてるんで、普通にメインシャワーエンジンとか結構動けると思いますよ。まあまあ確かに確かに、まあメイン方向か石油方向か2択かな僕視点は。ちなみに旗さこ羊飼い経営ってお互いに怪しい位置になるの？あ、僕は怪しい位置で、旗さこさんが停電を触ってるっていうと結構間で弁当とかの余裕がないと思う、まあ、そのシャワールームの七子さんの方は難しいと思ってもらえると思うんですけど、エレキの方はまあありえちゃうのかなって。伊豆さんに聞きたいんですけどいいですかね、はい、伊豆さんがメインエンジン間のと扉って開けてます？これ、いや覚えてない、開けてない気がする。僕は開いてたんですよ。ああ、そうなの、まあ、どっちみちも俺が通ってるんで開けてるか開けてないか分かんないですけど、まあ、絶対開いてます。僕が通ってるのは。だから僕の方が後ですよね。七子さんの死にって誰が出したっけ？僕と神さんが出してる、お互いにシャワーで見たという証言。畑迫さんってなんで途中で停電触るのやめちゃったんですか？勝ち合った認識はないんですけど、真ん中が上がり始めたので任せました。勝ち合うとまずいと思ったんで、まあ、あの配電盤情報は全然合ってたので。慎太郎を髪系できなかった。椅子がボタン持ったんだ。慎太郎。慎太郎くんは停電直前にエレキに降りてきてます。で、メインシャワーアーカイブリフトで行って、ガミ富士 K で停電を昇降機右で直してるのを見て、畑迫くんがタオルタスクやってるのかな。はい。でシェリフです。
おお。はたそこも厳しそうってこと。うん、終わり次第、うん、はい、俺とすれ違った後めっちゃダッシュして慎太郎がまたメイン上がってきてとかの切るじゃない限りは難しそうなぐらいかなっていうのと、はい、ぐらいかな。うん、乗って移動してるから無理っすもんね。あと K さんとかは、あ、はい、俺と K と伊豆って同じ脇じゃなかったっけ、貨物。あ、はい、貨物同じ脇です。だよね。なんで、ま、俺視点は、ま、剣士がどこにいるのかとプテクがどこにいるのかが気になるかな。うん、自分は最終、あ、どうぞ。あ、俺は最終位置貨物のままです。え、貨物なの？僕貨物金庫なんですけど。あ、じゃだったら対抗でいいレベルだと思うよ。どっから入ってきた、僕はあのハイブリさんに見てもらったと思うんだけど、うん、僕はあのエレキのところに行ってハイブリさん勝ち行ったよね。行った行った。で僕そこそれを見ていて、そのまま診察抜けて貨物行って貨物の金庫です。あ、で高田さんは一応見てない。え、高田さんどこから来たの？完全に対抗です。俺が貨物の金庫から、バイタルに向かう最中でバイタルの扉を開けようとして、終わっているの でバイタルの扉は閉まってます。あ、まあ対抗でいいですね。高田さんって貨物開きで何してるんですか？覚えゲーダウンロードで最後金庫をやって出ていく瞬間です。あ、それだとね、いやそもそもエンジンでちょっと高田さんを殴ったんですけど、さっきのキルで、うん、メインエンジンメインっていう動きをしてて、僕が一回も高田さんを見てないからやっぱ動き変だと思うんですよね。初動からね気になってましたもんね、うん、この高プテのやり取りは、うん、なんで、まあ、ハイブリさんの号令で釣るような感じですが、僕は高田さんの方が釣りたいかな。そうかな、剣士の方がって感じがする。ただ、まあ、ローラーの方がいいとは思うけど、まあ、マットの可能性もあるので、うん、多忙近い人はサボに全力で向かわない、うんうん、どちらにハイブリさん？俺はコミュニケーション、あ、剣士に投票します、はい。結局初手キルもプテを見てる人っていないわけでしょ、はい。まあ、扉情報が一応あるのが結構大きいかな。そ、ね、でもそれハイブリさん的に合ってんの？確定なの？まあ、合ってるでしょ。右行きます。ゴミそば行くか。ね、ごめん、剣士が白だったわ。プテ君切りました。あれ？おへへへ、すごい。ええ、あれちょっと待ってね。今死体に上がったのが藤宮です。藤宮君が上がった。で剣士マットか、これなんか数おかしくね。うん、あ、道連れ起きてる。起きてるよね。誰で、誰だ、あの伊豆さんが死んでる。伊豆さんか。でガミさんは切るには関われない。はい、うんうん、で、あ、藤宮は、僕と一緒にリアクター右に待機していて、でアーカイブシャワーって通った時に K さんがシャワーから下から上に上がっていき、僕はシャワーに、はい、シャワーに藤宮を置き、メインエンジンで行きました。なんで僕視点は K さん。あ、そうなの。畑さんと藤宮さんがそのままシャワーの下に行ったから。うわ、むず。あ、ちなみに僕あの死体発生してるかなと思って、昇降機右に戻りました。これ二郎いたってことでしょ？二郎いた。二郎いたってことでしょ？僕ガミさんについていったじゃないですか。あのコミサボの時にガミさん覚えてます？あれガミさん？え、死んでる？ガミさんミュートになってます。ごめんなさい、ミュートになってました。相槌だけ打ってました、ずっと。はい、覚えてます、覚えてます。僕ね、メインの左のドアの開けるところまでガミさんと行って、でコミサボ鳴ったからこれガミさんに任せて死体発見しに行った方がいいって戻ったの。僕二郎だったら狼と一緒に ペアセットで動かない初めから。旗藤で一緒にいたんだよ、昇降機右に。さっきプテ君から剣士に誘導し、まあマットやったけど、プテ君に誘導しじゃなくて剣士に誘導したのはケイ君なんだよな。僕っすね。藤宮多分あのシャワールームの勝ちタスクのところで止まったと思うんですよ。で多分そこで僕を置いてきて、他に2キルだったっけ、どっかで。
最初7個トータスで死んでて、うん、で高田さんマットだとトータスさん殺せるの計算かなって思うんですけど、畑迫さんハイデンバーってたんで、そうですね、とはいえリローだったら僕のやる動きは違います。僕は藤宮君と一緒に、アーカイブ昇降機右にいればいいです。僕は K さんからエレキ難しいって言ってもらった人物です。僕が難しいって言ったよりキルかなって思ったんですけど、一応あのタイミングって、停電2回目になるタイミングでキルクル上がってるんで、はたさこが切ってる場合だったらエレキでキルしてそのまま停電直しに行ってるっていうムーブなんだけど、 K 君の方が濃いかなと思う。あ、じゃあスキップして4人なら話せるでしょ。ダメか。どうします、入れます？一応スキップ入れますが議論したい。これ負けてます。あ、リロだったら藤宮君と一緒にいればよかったじゃん。ダブルキル狙えばよかったじゃん。だよね、畑迫さんに白出したからね僕が。かあ、畑球か。神さんボタンあって、ああこれはやらかした。ナイスです。マジか。マジナイスですわ本当に。やったー。ごめんなさい。やったー。いやいや。いや、あらか、ガミハイブリの信用勝ち取るのはもうめちゃくちゃ難しい今日一日。そう。いやさすがですよ師匠、本当に。いやクソ。これ嬉しい。ナイスナイスナイス。テさんが素晴らしかったよ。あそこで俺切ったんはエグかったよ。エグいね、あそこでトータス切ったん。あ、多分弁当現行犯ですよね。そう、弁当現行犯で誰もプタッシュ切ってくれってこと、思いが通じてきた。いや、思い通じました。わん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 って言ってたら死んだ。え、じゃあトータスプテ君なの？あ、そうです。そうそうそう。副社ですよ。死んだのめっちゃびっくりしたけどな。みんな弁当掃除しようと思ったら、高田さんすごい笑顔で出てきて。バレちゃったんだよな。ナナコさんが貨物の停電前で切られてるっていうね。貨物だった。逆か。へぇいや無理だ。あれラッキーでしたね。シャワーだと思われてなんかめっちゃラッキーやった。なるほどな。よし、じゃあ行きますかね。はい。はい。はい。お願いします。お願いします。